やるやんチャンネル。こんばんは、やるやんチャンネルです。今回はお裾分けるメイドインワリオのキャラクターの中で誰が最強なのかをランキング形式で発表していきます。まずランキングの集計方法、いわゆる最強の定義について説明します。今作では図鑑モードからステージを選択すると、どのキャラクターがそのステージと相性が良いか5段階で表示されます。キャラクターの右下に表示されているこのニコちゃんマークのことです。今回の動画ではそれぞれの相性を5点、4点、3点、2点、1点とスコア化し集計していきます。例えばこのステージだとワリオは3点、アシュリーは4点、オービドムは5点、ファイブアットは1点となります。この集計を全222ステージを対象に実施し、最もスコアが高いキャラが最強になります。最強のキャラは一体誰なのか。では早速18位から発表していきます。気張っていくぜ。残念ながら最下位になってしまったのはナインボルト。自動的に左右に往復をするという動きに苦しめられたプレイヤーが多いのではないでしょうか。グラフを見てわかる通り、全体の半分以上が苦手なステージという結果になりました。気張っていくぜ。17位はカット&アナ。ナインボルトとは55点の差がつきました。カット&アナの特徴であるぴょんぴょんと跳ね続ける動きがゆえに、ステージによってはシビアな操作が求められ苦手としているステージが増えました。特に柔らか頭軸やお面など、一度ミスをすると後戻りできないタイプのステージが超苦手。当たってしまった場合はもう覚悟を決めましょう。気張っていくぜ。16位はルール。17位のカット&アナと大きく差をつけ600点台に乗せてきました。ヒップドロップという威力抜群の技を持っていますが、その技を活かせるステージが少なく16位という結果になりました。ルールは浮遊することができるキャラなので、もう少し順位が高いと思っていました。個人的には意外な結果となりました。気張っていくぜ。15位はジミーサング。ルールーとわずか5点差という接戦になりました。ジミーサングはルールーと同じく自由に飛ぶことができるのですが、遠距離攻撃がなく自らが対象までぶつかる必要があるというラグビーマン仕様のため、スコアがあまり伸びませんでした。気張っていくぜ。14位はクリケット。この順位から平均点が3点を超えてきます。全キャラの中で最も3点のステージ数が多かったのがこのクリケット。中でもジャンル生き物については全てのステージで3点という、あまりにも普通な、いや正統派キャラらしい結果になりました。気張っていくぜ。13位はピョロ。これまでのキャラと違い、得意苦手がはっきりしている、かなり癖のある得点の分布になりました。鳥なのに飛べない、ベロを出す角度が意味不明、キャラと同じくかなり癖のある結果になりました。気張っていくぜ。12位はモナ。個人的に使い勝手がいいと感じていたので、もう少し上位かと思っていましたが、意外とクセスゴのピョロと14点差しかありませんでしたし、モナも得点の分布はなかなかのクセスゴ。どのジャンルにおいても10位前後という結果になっており、ブーメランをいかにうまく操るか、モナを操作するときは高いプレイヤーのスキルが求められます。気張っていくぜ。11位はマスターマンティス。クリケットの師匠であるマンティス先生は、まさに師匠の面目を保つかのように、得点もその分布も完全にクリケットの上位互換のような結果になりました。マンティス先生はクリケットの能力プラスアルファみたいなキャラということもあり、
ある意味納得のいく結果です。気張っていくぜ。10位はペニー。超苦手な得点1のステージ数は全キャラの中で2番目に多いという一方で、超得意な得点5のステージ数も2番目に多いという偏りまくりの結果になりました。キングオブクセス後は今のところペニーが圧倒。今作では個人のキャラソンが作成されており、かなり優遇されているキャラですが、今回のランキングでは全キャラの中で見ると半分よりやや下という結果になりました。気張っていくぜ。9位はドクタークライゴア。ここでちょうど半分です。クライゴアはジャンル、生活のジャンル内順位が4位、生き物が5位ですが、食べ物、カルチャーが9位、何でもありが10位、スポーツに至っては12位と、主に前半のステージで活躍できるという結果になりました。さて、ここからは上位の発表になります。ワリオ。8位はワリオ。ここで主人公の登場です。9位のクライゴアと32点という大差をつけての8位という結果になりました。特に大きな弱点、苦手なステージがないのがワリオの強みです。どのジャンル別に見ても順位が10位を下回ることがなく、主人公らしい安定感があります。ただ逆に飛び切り得意なステージが多くなく、得点はやや伸び悩みました。ちなみに何でもありの最終ステージであるトイレチェイスは得点5、さすがです。気張っていくぜ。7位は5ワット。9ボルトの汚名をお母さんが返上するという形になりました。5ワットの特徴は何といっても壁をすり抜けて移動できるですよね。その特徴を生かすことで圧倒的に優位になるステージが多く、得点5のステージが41ステージもありました。これは全キャラの中で3番目に多い数です。中でもジャンル任天堂だけで見ると得点5の超得意ステージが6ステージもあり、任天堂ステージだけの総得点で見ると全キャラの中で2番目に高いという結果になりました。母強しですね。気張っていくぜ。5位は同率で2名います。1人目は18ボルト。お裾分けるメイドインワリオの中では唯一動かないキャラですが、5位という上位にランクインすることができました。18ボルト自身があまり移動しなくてもクリアできるステージについては概ね高得点となりました。動かないというのはマイナスではなく、逆に動かないおかげで弾を当てることに集中できる分、非常に使い勝手がいいという結果になりました。続いてもう一人、いやもう一匹の同率の5位、レッド。小柄がゆえに動きの俊敏さがあり、なおかつ爆弾投下の攻撃も非常に使いやすく、安定感抜群のキャラクターです。超苦手とする得点1のステージは存在しておらず、全体的に高い得点を獲得しました。特にジャンル、生き物、食べ物、カルチャーについては得点が全キャラ中3位となり、相性抜群です。気張っていくぜ。4位はマイク。こっから800点台の大台に乗ってきます。まっすぐ上に球を飛ばせる、このまっすぐというのがとても使い勝手を良くしており、高い得点となりました。もうこの辺りの順位になるとほぼ全てのステージにおいて高い得点を叩き出しております。その中でも特にジャンル生活において得点3位、そしてジャンル何でもありでは2位とトップクラスの相性となっています。飛べる、飛ばせる、歌える、堂々の第4位でした。さてついにトップ3の発表です。誰が最強キャラになるのか。では3位の発表です。第3位はドリブル&スピッツ。4位のマイクとはわずか5点差と大接戦になりました。マイクと特徴はよく似ており、浮遊できる上にドリブル&スピッツは左か右にまっすぐ球を打ちます。ドリブル&スピッツはジャンル、手始め、ファンタジーで得点3位、テクノロジー、カルチャーで得点2位と躍進しました。ちなみに私は今作で初めてドリブル&スピッツを知ったのですが、まさかスピッツの方が先輩とは驚きました。そんなことはさておき、ドリブル&スピッツが第3位、銅メダルです。
さてこのランキングもいよいよあと2人、最強キャラは一体誰なのか。第2位の発表です。第2位はアシュリー。メイドインワリオの屈指の人気キャラのアシュリーが2位となりました。苦手とするステージは卵とリンゴ落としの2つしかなく、大半のステージが得意ステージとなっています。得点4のステージは169ステージと全キャラの中で最も多いステージ数となりました。ジャンル、カルチャー以外の全てのステージでジャンル内順位が3位以上、生活においては全キャラ中1位になりました。アシュリーはマイクとドリブル&スピッツの完全上位互換で、自分の向いている方向にまっすぐ球を飛ばすので、飛ばす方向を自由に変更できる上に空を自由に飛び回れるという構成のっぷり、そんなアシュリーが第2位、銀メダルとなりました。さてついに来ました。このアシュリーを抑えて1位となった本作最強のキャラクターを発表いたします。最強のキャラクターはオービロンです。合計得点は唯一の900点台に乗せ、アシュリーとも65点差という大差をつけて1位になりました。なんといっても目につくのが5点のステージ数73、2位がペニーの42なので、全キャラの中でも抜きん出た数です。ジャンル内順位を見ても生活以外の全てで1位を獲得するという鬼畜っぷり、各ステージのギミックを嘲笑うかのような驚異の吸引力を見せつけたオービロンが、誰も文句のつけようがない圧倒的なチャンピオンとなりました。どのステージに挑む時もオービロンを選んでおけば戦力になること間違いなしです。いやー強すぎです。ということで、お裾分けるメイドインワリオの最強キャラランキングは以上となります。皆様いかがだったでしょうか。この動画が皆様のワリオライフを充実させる一助になれば幸いです。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。